ました。クリーニングしたての新しいものを着まして、ようやくこの養豚場へと入れたというわけなんです。さて、ただいまこちら、茨城県八重山の養豚場へと来ております。皆さん、豚というのは大変綺麗好きでデリケートな動物となっています。